藤井聡太と永瀬拓矢の将棋の運動量を比較してみた。こんにちは、皆さん。今回は、将棋のプロ棋士、藤井聡太さんと永瀬拓矢さんの運動量について比較してみました。まず、藤井聡太さんについて、ですが、彼は現在18歳であり、2023年には最年少で、竜王くらいを獲得しました。彼のプレーは非常に的確であり、詰将棋などの難しい局面でも冷静に対処することができます。また、彼のプレースタイルは攻撃的であり、相手のミスをうまくつかむことができます。一方、永瀬拓矢さんは30歳であり、2010年には最年少でプロ棋士となりました。彼のプレースタイルは藤井聡太さんとは異なり、守備的な局面での対処が得意です。また、彼は、将棋以外でもスポーツをすることが多く、体力には自信があります。そこで、私たちは、藤井聡太さんと永瀬拓矢さんの運動量について比較してみました。まず、藤井聡太さんは、詰将棋などの局面では、非常に集中力を要しますが、一方で、長時間の対局になると疲れてくることがあります。また、彼は、将棋以外のスポーツはあまりしないため、体力的には、やや不足気味と言え、ます。一方、永瀬拓矢さんは、将棋以外でも、スポーツをすることが多く、体力には自信があり、ます。そのため、長時間の対局でも疲れにくいと言えます。ただし、彼は、将棋においては、攻撃的なプレイスタイルを取ることが少ないため、集中力、が切れることもあるかもしれません。以上のことから、藤井聡太さんと永瀬拓矢さんの運動量について比較してみました。彼らのプレイスタイルや体力について知ることで、将棋の試合を、より深く理解すること、ができるでしょう。最後に、皆さんに質問です。あなたは、将棋をする際に、どのようなプレイスタイルを取りますか？また、どのような、スポーツをすることが多いですか？ぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。